京都府立女子専門学校は1927年3月に設立された公立の旧制専門学校。更新は京都府立大学。京都府立女性は昭和教皇の最中の開校であり、京都府の財政状況は厳しく、専用コーチの取得も実現しなかった。また、入学者数も少ない状態が続いていた。1931年秋。 京都府会の多数派民生クラブは、不立除染の1932年度生徒募集停止を含む予算案を通常府会に提出。創立当初は、不立京都第一高等女学校の専攻科休校舎を仮校舎として使用。財政難で専用高知取得の目ども立たず、1931年秋には、府会で廃校が決議されかけたが、 支援者の寄付均等により一点存続となった。1933年4月、新京阪鉄道より寄付された右京区、桂市の前町の土地に校舎が新築され移転。以後、廃校まで同地を使用した。更新の申請日市教大学分化政学部、同短期外学部は桂高地で発足したが、1962年4月、左京区下鴨の農学部キャンパスに移転し、 キャンパス統合が実現した。桂ツラ高知跡には1968年9月に京都市立桂小学校東文校が設置され、翌1969年には独立校の京都市立桂東小学校となり今に至っている。ありがとうございます。